えー、お疲れ様です。今回ですね、NHK 党の反論、サラリーマンをなめるんだというタイトルで記事が書かれてますので、ちょっとお話していこうかと思います。えー、記事の概要はこうです。NHK 党のガーシーと言われる国会議員の方が、まあね、あの国会に出席しないということでね、仕事をしていくんだってことを宣言して、いろいろと物議を醸し出してます。まあテクノロジー的には別にね、国会議事堂に行かなくても、リモートで出演できればいいわけでしょそれから、 ま、国会議事堂に出席しても、何の発言もせずに、何のお考えもそこで述べずに帰っていく国会議員さんの方が多いわけですよ。で、そもそも、やっぱり国会議員さんの仕事って国民を豊かに幸せにすることじゃないですか。出席を律儀にすることじゃないんですよ。そういう意味で言うとね、サラリーマン志向っていうのは通用しないっていうのは、NHK 党の党首、立花隆さんの言うことはもうその通りなんですよね。このように、え立、ー、花さんは言ってます。 国会議員は国会に出席するのが仕事だとか言ってる人はサラリーマンと一緒です。サラリーマンは出勤退勤で時間で仕事をするわけでしょ国会議員というのは報酬ですから給料ではなくてどういうことをするかしてきたのか。そして国会議員の仕事は真面目にやることではなく国民のために国家のために成果を出すことですということですよね。国会に行けばいいというレベルの話じゃないということなんですよ。で、この考えがわかる人はそこそこ頭がいい人だと思いますけども頭のあんまり良くない人ってのはこう考えちゃうんですよ。サラリーマンを愚弄するのもいい加減に欲し,しいと。 多くはそれぞれの持ち場で努力し工夫し懸命に働いている、ね、ここなんですよあのサラリーマンの方が別にサボってるとまでは言わないですでもはっきり言って成果的にはサボってるのと同じだと私も思いますよだってねサラリーマンの方だって別に出勤しなくたって自分の職責を全うして売り上げを上げて集客できればいいわけでしょで集客もできないし売り上げも上げられないし自分の給料も上げられないから給料が少ないとか言ってるわけじゃないですか で、サービス残業とかを何でするのかっていうと、決められた時間内にできてないからでしょだからそれをですね、努力して工夫して懸命に働いてるって言葉でまとめるのはおかしいんですよ。で、努力して工夫して懸命に働いていて、その程度なんですかって言葉で逆に言われちゃいますからね。それだったら、手を抜いて出勤もせずに会社を設けさせてる、そんなサラリーマンさんの方が優秀だと言えますし、いや、時代的にそうできるはずなんですよ。 一時期リモートワークなんて言葉がありましたけどもどうですかねそのまままリモートが定着してますかね。結局立議に出勤して満員電車に乗ってえそして言われたことをやる言われたことはやらないできないっていうことにとどまってるんじゃないですかね今はサラリーマンの方でねちょっとね考えてほしいんですけども責任をを取るっていうことを最近されましたかうんあのサラリーマンの仕事って結局役職に応じた責任を取ることだと思うんですよ責任を回避することじゃないですよ 責任問題に発展するからそれやらないでじゃなくって責任は俺が持つからさ課長なんだから部長なんだから責任持つからみんな思い通りにやってくれよその代わりどんなことをやるか事前にレポートを出せみたいなことができるわけじゃないですかどうですかねサラリーマンにも3種類の人間がいると聞いてますそれは言われたことができない人ね言われたことしかできない人ね3つ目言われてもないことをちゃんとできる人サラリーマンとして サラリーマンをグロスの目がいい女子って言うんだったら、言われたこともないようなことをやって成果を出す人が、やっぱりこう言えることじゃないかなと思うんですよ。私からもね、ちょっと辛口なことを言わせてもらいますけども、あの、サラリーマンっていうのはもともと、上昇、上長がですね、例えば工場長とか部長とか、えー、課長とかが指示したことをやるのがサラリーマンっていう、 スタートだったんですけども、今も時代が変わって、サラリーマンも経営者感覚で自分で考えて商品を立案したりとかね、自分で考えて自分のバイラルで SNS とかで集客して、で自分の利器量で会社の商品を売ってくるっていうのがもう仕事になってるんじゃないですかね。だからそうならない人は45歳とかで早期退職を求められるわけですよ。つまり会社に利益をはっきりとした形をもたらしている人はどんどん給料が上がりますしヘッドハンディングもされるけども、何もできなくってただね、 出勤して真面目に工夫して懸命に働いてる人って別にいらないんじゃないですかね。だって努力して工夫して懸命に働いて成果がそこそこしか出ない人と、いや、大して努力もしてないし、工夫もしてないんだけども、これぐらいだったら懸命に働いてるとも言えないけども、成績は優秀ですよっていう人の方が求められてると思うんですよ。で、まさに今回、ガーシーって人はね、別に出勤はしないわけですよ。 真面目に工夫し、懸命に働いてるかっていうと、そう見えないところもあると思いますけども、どうですかねもうすでに、あの、ドバイの王族に会っていたりするわけでしょ人脈作ってるわけですよ。じゃあ、国会議事堂に、理事に通ってる人で、ドバイの王族と人間関係作ってる人ってどのぐらいいますかねどっちが成果出してますかねそれから、政界や芸能界とかね、裏話、そうやってアンタッチャブルなことに切り込んでいける人、どのぐらいいますかね捨て身で。 みんな自分が責任取りたくないから、言うべきことも言わないし、責任回避してるし、ただ就職先として国会議員の恩恵を受けたいから、文句言われないように頭を低くして過ごしてるわけでしょだったらこういうふうにね、今ガーシーのニュースがない日ってないですよ。ね。見てくださいよ、ニュース記事を。今日もこれ出てるわけでしょで、これが国会議員ですよ。 で、何してるかわかんない。名前すら知らない国会議員が何百人もいる中で、ガーシーっていう人は一躍有名になったじゃないですか。で、ガーシーがやることなすこと、やらないこと、全部こうやってニュースになりますよね。こういうふうにして、あ、国会議員ってこういうふうに活動してるんだ。こういうことなんだ。こうやって私たちのために働いてるんだ。もしくは私たちのために働いてないんだってことが、筒抜けになるわけでしょ。 だからガーシーがいなかったらこんな記事も出てなかったですし何の論争も起きてなくて今までと同じような状況が続くだけなんですよ。ガーシーが国会議員として当選して今自分なりにやることによってどのぐらい日本っていうね社会がめくれてきて新しい時代に切り替わろうとしてるのかそれが有権者ガーシーを選んだ30万人弱の人の思いですよ。ね。無名な国会議員ってはっきり言っていらないですからね。 いや、無名でも成果を出してればいいですよ。成果を出したことによって有名になればいいですよ。でも、無名な上に何も成果を出してない。たまに出るとすればスキャンダル。ね。吉川健議員みたいに援助交際しましたみたいなのがね、ニュースに出て逃げ切ることが報道される原因になってる。どうですかね。叩くべき相手って私たちは間違えちゃいけないんじゃないかなと思いますけどもね。